伊豆シャボテン動物公園の飼育員の坂田と申します。伊豆半島もオリンピック・パラリンピックの会場となることで、動物ともども応援をしております。伊豆に来た際はここの動物たちにも会いに来てください。柔道応援しております。